さあ、始まりました。もちチャンネル。さあ、チョーカさんでございます。はい。アイドル失格神田チョーカです。お願いします。トフル満点取ったんで。取りました。はい。まさかの一発で終わっちゃいました。満点までの道のりが。本当にびっくりしてね。ETS ジャパンに呼び出されて行って、じゃあ取りましょうよって、もう取っちゃったんで。公式のね、教材のみ使って満点取ってるので。で、今回ですね、そういうトフル公式の単語帳出たんですよ。おー、すごいぶっとくて。え、初ですか？初です。へー、初のトフルのデータから選ばれてる単語なんで、本当に出るやつっていうのが発売されたんで、ちょっとトフル満点だったら知ってんだろうみんなっていう。あー、どうなんでしょう。単語力チェックしたいと思うんですけど、はい、まずそもそもアメリカって単語帳を使って覚えたりするんですか？SAT 受けるときだけあった気がします。いわゆる語呂合わせ的ななんかありますよね。いや、ないですよ。語呂合わせの単語帳俺買ったけどな、アメリカで。初めて聞いたかも。 SAT の覚え、私言うて SAT もあんま勉強してないんで。いや参考書買って、まあいっかっつってそのまま受けちゃったタイプなんで。お、すごい賢い。で、まあこれ Core Vocabulary List と Expanded Vocabulary List っていうのがあるんですけど、まあコアの方はね絶対知ってると思うんで、もう簡単。まあよく使われる言葉ってことですよね。そうですね。すっごい解説詳しいですよ。びっくりするぐらい解説詳しいんで、ちょっと後でそちらも紹介したいと思うんですけど、Expanded の方がまあ難しい。ただなぁ、それでも知ってそうなんだよなぁ。おー、どうでしょうね。じゃあまたどうしよう。説明してもらおうかなと思う。むしろ日本語訳がわかるのかっていうね。あ、ファガスイ出てます。ファガスイ。前にやった。語尾言う。はい。誤った考えですけど。あ、これどうですか？アペンデッジ。アペンデッジは、獅子。体の部分のことです。特に先っぽの方。なるほど。付属器官。ああ、そういう感じですね。尻尾や他の付属器官のある動物。そうですね、尻尾とかも。そうですね。イメージで言うと、ジェットコースターに乗るときに、アペンデッジが、こう、ちゃんと自分のこう中に手足を出さないみたいなときに使いますね。さすがですね、やっぱりネイティブ。アペンデックスとかのね、はい、でもアペンデックスはここですよね。あ、こっちか。ああ、本とかのアペンデックスの付属のあれいうやつ。やっぱりさすが知ってますね。あ、これも出ますね。セキュラー。はい、セキュラーってのは宗教と関係ないっていうことですね。さすが。なんて日本語当てられるか知ってます？無宗教？ああ、世俗。知ってます？世俗。初めて。え、どういう字ですか？世の中の世に風俗ですね。あれです、世俗って言うんですね。セキュラーホリデーとかですね。おお、なるほど。例えばクリスマスとかじゃない、イースターとかじゃない感じの、え、なんだろう、セキュラーホリデーって言ったら何があります？どんなのがあります？そもそもホリデーってね、もともと宗教色があったのがね、そうですね。そう、クリスマスとかってトイックちなみに出ないんですけど、そう、それをホリデーで全部してますね、トイックは。あ、これはどうですか？イギリタリアン。イギリタリアン、どういう意味だっけ？お、苦戦。いや、でもね、全然ね、本には出てくるから、読んだことあるんだけど、意味を結構コンテキストで覚えちゃってるから、うん、それがまんまどういう意味かを。あ、そうなんですよ。この最初のコアの方は、ものすごい例文もたくさんあって、長くてやってるのに対して、Expanded の方は自分で出すというよりは、見てわかる。ればいいので、フレーズで使われてる。なんて書いてあるんですね。To live in なんですね。Egalitarians. Characterized by social. あ、これもう定義だからバレちゃう。ああ。特徴として全部英英辞典的定義が載ってます。全てに載っているので、これを使えばそういうの変なことも分かる。日本語訳だけじゃなくて英辞典の定義を見れるっていうのが特徴ですね。そう、これ平和主義のっていうね。あー、なんかいい意味で基本的にその社会の話をするときに出てくるイメージですね。そういうのでも使うっていうことですね。やっぱりトフルなんでね、レベルの高いものが出てきますね。ハスベンジュリーとかあんま使ったことないかも。おー、意味は全然わかります。なんか一緒にいるとかそういう意味じゃなかった？おお、農業。全然違った。何かを育むとかそういうイメージではあるんですけど。ああ、畜産業。寄り添うとか。The care and management of crops and farm animals。 なるほど。アニマルハズメンタリーなんて出てくるわけですね。その業界の人しかなかなか目に入らないものかもしれないです、うん、そういう風に結構業界というかそういうものがトフルって出てくるので、そういった対策をしないといけなくて。そうですね。まあでもコンテキストがあれば多分普通のアメリカ人だったら分かっちゃうような気がしますね。まあ、自分も解いてて一個一個この単語はどういう意味ですかって聞かれたら答えられないものはあると思うんですけど、自分的に解いてて自信がない問題がなかったです。だから自分自身見てて思うのは、この方角系のやつが
が出てきた時は、まあ大学入試の法学部、まあ総計とかにも使えるなとか、あとは早稲田の国際教養学部とかですね、そういうところにも使えるようになってるなっていうのと、ただやっぱり皆様やっぱ普段は習わないだろう、これとかね、ティーラム、ああ懐かしいですね、これピタゴラスの定理の定理ですね、ピタゴリアンティーラム、そうです、こうまあ theory とスペルが似てるので覚えばやすいんですけど、習わないだろうな、これエアゲン、これはめっちゃでも使います、めちゃめちゃ使いますよね、僕も今でも覚えてます、だって日本人これエレガントと聞き取れないんで、確かに似てるっちゃ似てるのか、なんかその日本人の苦手な音がちょうどそこですよね、 elegant arrogant とは you're so arrogant って言われて thank you って言われて、いやいやよくないよそういうのがあったりして、あとそうこのね面白い付録のところに PAs とかね、このあー懐かしいですね、ティーチングアセスタンス、ね、います日本ってあんまりないですね、この大学院生がねアメリカよく TA としていてね、え、なんなら 3,4 年の子がいるもう全然あります、まあ、でっかいクラスとか、まあだから101とかつくとね、はいはい、何々101つくと大体でっかい、必修授業でなんか200何人いるとかして、教授が全員に対応はできないから、もう簡単なことは大学院生でいる人に聞くみたいな、あ、国際101ですね、コグニティブサイエンス101やってて、でセクションっていうのがね、セクションってありました、でっかいクラスのやつが補習みたいに分かれてて、週3回セクションがあって、でどれかには出てくださいって言われて、うちの大学なかったかも、そのセクションでその TA が教えるんですね、わざわざ行ってしなかったかも、セクション週2回出てて、で1人、まあ、すごいイケメンの人めちゃめちゃ教えるの上手くて、国際101ってもうランダムというか、もういろんな先生がたくさん出てくるやつで、もう1人もう全然わけわかんなくて、あとあと国際101で出てた教授が東大に来た時に聞いたらですね、その人は離婚して狂っちゃって、教授離婚して狂っちゃってすごい人でした、今思うと AI です、完全に AI の説明をしてました、でも当時は AI ってみんな分かってない時代だったので、もうはてなはてな、すごい今思うとめちゃめちゃすごい、初期の AI のシステムを説明して、僕もセクションに助けられて、僕だから国際101はテスト1番でした。おお、これどうですか、エクストラクレディットアサイメント、あーでもこれはもう多分中学高校でも出てくるんですよ、あそうなんですね、そう例えばなんか一回宿題忘れたとかの時にやっぱりその点が少し下がるじゃないですか、はいはい、だからどうにかして課題をもらってそれでまた点数を底上げしたいっていう時のあれですね、だから社会言語学の時に最初に配られたんですよ、このリストがあって、だからいろんな心理学の実験とかいっぱい出て、あーありますね、それでクレディットもらってました、他の教授のプレゼン聞きに行くとか、はいはい、例えば大学だったらですね、高校だとなんか普通になんかこの本読んで書けみたいな、読書感想文みたいなのも割とあるんですけど、大学の知識も学べますから、まあ、とにかくすごいね、この厚さ、いやこれちゃんと読んだら英語圏にいる大学生の生活の様子とかまで入ってくるんじゃないでしょうか、発声語の数、おーすごい、 estimate って estimate、 まあ名詞の場合は違うんですね、発音がね、発声語はすげえ載ってる、すごいちゃんと載ってる、でまあそれぞれの定義もちゃんと載ってますし、でさらに英文もあって、でこの出題例って言ってですね、実際にどんな風に出てきたかっていうので、その時にヒントになる語句、うわー強い、これはとかに線が引かれてる、言い換えだったりとかそういうのに引かれてて、なんでまあこれはまさにトイックとかでもエクスペクトとかね、言い換えになったりとかするんで、そういったもので、で音声もだからこれ全部トフル本物の人の音声ですね、本物のナレーターの音声が入っているので、Estimate Estimate、 おーちゃんと両方入ってる、 Estimation Overestimate Overestimation Underestimate Underestimation、こんな風に全部読んでくれますしね。これ声変わったりします？あ、これ女性もあります。女性もあります。で、これ。すごくアメリカ英語でしたね、今。で、underestimate は結構知ってる人もいるんですけど、そう、overestimate も使えますからね。過大評価っていうのも。estimate to calculate imprecisely. When I shop, I mentally estimate the sales tax, so I have an idea of the total of my purchases before I go to the register. 珍しいアメリカ人ですね。One way to estimate how all the various processes leading to climate variability will combine is by using computer-based calculations.はい、このようにかなりレベルの高いものも載ってますよね、やっぱり。聞きやすい。トフルデンズ、こんなレベルの高いのも。Estimate, an imprecise assessment of the size or value of something. The professor made a rough estimate of how many students would enroll in his class, but more students signed up than he expected.Environmental conditions on early Earth are not known with any certainty,
It is possible to make only reasoned estimates. かなりレベルが高いです。やっぱりトーフルってこういうレベルなんですよ。かなり多くの人がね、トイックしか知らないんで、トイックとトーフル全然違う。あ、そもそもトイックってもともとトーフルが難しすぎるから日本人にとってできたのがトイックなんで。これぐらいレベルが違うものですので、ぜひともこれでお勉強してもらえればいいんじゃないかなと。そうですね。読んでて手応え感じるのはこっちかも。絶対そうです。なんで、まあトーフルに行ってる品質は2000。おお、2000。で、まあ、派生合わせればとてつもないです。確かに。ものすごい数です。で、本番のテストに基づいた例文なんで、TOEFL IBT ですね、オンラインのやつと、Paper の TOEFL ITP ですね、どちらにも対応してますので、だからまあ、大学とかで TOEFL ITP 受けなきゃいけないっていう人は、マストでやっていただければと思いますね。やっぱり公式ってのすごいですね。うん、本当に、早稲田の国際教養のような大学入試として、まあ、海外大を目指す方として、もう大学内のクラス分けに TOEFL が使われるとか、おすすめでございますので、挑戦してみてください。わかんない、今度ね、帯に超過さんになるかもしれないから。おー私これ全然娯楽で読めそう。楽しそう。ぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Bye!